絶対に、今日ね、全種類、前回開封した続きなんだけど、全部で、40、50種類くらいあんのよね。48種あるから、40種類、全部で、1から40まで、この40種類がノーマルカードで、41から、48までの8枚が、スペシャルカードで、キラキラなんだよね。キラカードはね、2のね、ネズコ。ネズコが出ない。もう絶対に今ネズコだから、ネズコが出てないんだよね。で、キラカード、スペシャルカードだから嫌いんだよね。赤座のキラがちょっとね、これ一番気に入ってるかな。いや、煉獄さんもかっこいいんだけどね。で、キラはあと、ネズコでコンプということで。で、ノーマルカードが、1から並べたんだけど、これ1番のカードね。持ってるの結構あるから、コンプできるかどうかちょっと、アニメのシーンを切り取ってるカードなんだよね。で、鬼滅、カルビーのね、マークもちゃんとね、カルビーって入ってる。カルビーのおまけカードですよ、ということで。いや、レアですな。それでは、全種類コンプリート目指して、早速ね、まあ、こんだけゲットできてるから、いけるんじゃないかなと思うのだが、ちなみにポテチの味はね、薄塩なんだよな。これでコンソメだったらな、嬉しかったんだけどな。薄塩も好きだからね、薄塩も。まあ、コンソメが一番好きってだけで。それでは、これにね、ラインナップ書いてないんだよね、カードのね。ここのね、公式サイトに行けば、このカードリスト公開中って書いてあって、ここに行けば全部見れるんだけど、カードそのものは出てないけどね、カードの名前と、番号だけしか出てないんだけど、まあ、それでも何種類あるから分かったか、ちょ、待って。分かねえな。何種類あるから分かったから結構助かったよね。カード切らないようにしないとな。カード切ったら終わりだからね。カード切ったら。だからカード切らないように、慎重に。チョキリスト行きまして、待って、切れてるかな。ちょっと待って、一回取った方がいいかな、これ。切りにくい時は一回こう切ってから、こうね、ちゃんと下に落として、切った方がね、カード絶対切らないで。つうか、逆に切ったのかな。逆に切ったから切りにくかった。で、さ、どうだ、これは持ってないんじゃないか。これはどうだ、持ってねえな。で、こっち、あ、これ持ってないかも。両方とも持ってない。善逸の師匠。おー、かっこいいな、善逸。誰よりも強靭な刃になれ。一つのことを極めろ。これが、番号がね、何番だこれ。17番のカード。あ、17持ってなかったわ。で、この17のカードがここに入る。やったぜ！なんか善逸パックだったね。全部善逸。2枚とも全部善逸で。おぉ、かっこいいなぁ。霹靂一閃。吾妻善逸。雷の呼吸一の方。霹靂一閃、素晴らしい。で、ここに入れて、次が22なんだけど、18、19、20、21、22、ほら、ここも抜けてる。すげえ、これ21の、あ、23か。23で、ここが21だ。で、ここに入るね。22だったもんね、これね。この6連のさ、カードでかいの欲しいよね。6連のね、しょん、まあ、こっちもかっこいいけど、ナンバー22がここに、はい、22、23、よし、来た。おお、一発目から、かなり埋まったな、一発目から。しかしながら、まだまだだけどな。まだまだあるけど、一発目から埋まったら、こっちから切れるんだな。ちょっと逆から切っちゃったから、ちょっと切りにくかったけど、前、やった時も、同じミスしたような気がする。なんかね、で、こっち側を開けて、どうだ、15か。15は、持ってるな。15は持ってる。これ持ってる。で、こっち持ってねえわ。こっちは絶対持ってないね。サビトがいるね。炭治郎とサビト。男がわめくな。見苦しい。サビト。で、これも、5番でしょ。5番持ってない。5番間違いなく持ってないわ。1、2、3、4。で、これが4。あ、待って、一番、一桁ナンバーズめっちゃ抜けてるな。1、2、3もないし、4、5がないから、まあ、この間に入れとくか。この、5番の間に入れて4もないからね。よしよし、埋まった。まあ、1枚は被りだったけど、これはね、もう間違いなく持ってる。覚えてる。なかなかいい感じで来てるな。コンプ、あと、キラのさ、ネズコ先に埋めちゃいたいよね。キラは、あと1種だから、いや、先に決まるんじゃないかなと思っているのだが、どうだろう。あ、これ持ってるな。21は、持ってる。これは持ってる。間違いなく持ってるね。で、おぉ、ルイ、どうだ、これは持ってたかな。いや、初の気がする。ここが23で、で、26だから、この間だな。よしよし、埋まったぞ、ルイ。オッケーオッケー、やったぜ。で、ルイの25のルイが、
埋まって22、25、26と、え、結構20番でも抜けてんだな、やばい。ちなみに今日でコンプリートできんかったらもうないからね、もうこれもうないから今日でコンプできんかったら終わり、全試合コンプリートできずに終了になっちゃうから、なんとか今日でコンプリート決めなきゃいけない。7番のカード、あ、持ってるな、7番のカード、これは持ってるな、間違いなく持ってる。くそー、かぶってかー。こっちの猪之助が33番、これ持ってないはず。やべえ、持ってたわ、これ入ってないんだ、この猪之助は持ってたな、やべえ、ミスったな。この猪之助は持っているので、かぶりゾーンに行きますと。ラインナップが埋まってくればくるほどさ、かぶり率が上がってくるから、この時どんどんかぶり率が上がってくる。いや、やばいな、いけるかな、コンペ。絶対決めたいんだけど、おっ、バッケツ、すげえ。ねえさん、ここ、シーンめっちゃかっこいいよね、これ。決起術、バッケツ。ねえさん、こう、うわー、すげえ。俺とねずこの絆は誰にも引き裂けない。もうこれ超有名なセリフだよね。誰もが知っている。ナンバーが26。26の炭治郎。持ってるけど嬉しいね。そしてこの猪之助めっちゃ、これかっこいいね。猪之助あの二刀流っていうのがいいよね。すげえ気に入ってる。猪之助の二刀流。あの筋肉な。かっこいいわ。これあの初だね。これ持ってないはず。24も、さっき見てよね。24なかったよね。さっきなかったから、いやー、来た来た、24埋まるぞ。ここに入れまして、23、22、23、24、25、26、あと27か、27、29、30、いやー、ダメだ、バラバラだ。早くあれだよな、残り数枚のとこまで行きたいよな。残り1枚とかさ、ねずこのスペシャル出ないね。スペシャルが未だに出とらんぞ、まだ。11番のカード、そしてあ、これ今出たばっかり。24番のカードだね。今出たばっかりの24のカードかぶり。で、これ11番のカードで、炭治郎のね、こいつか、これも持ってるからかぶりだね。かぶったカードどうしようかな。誰がこれ集めてる人いる？かぶったカードで、欲しいのあったら、いや、いないかな、集める。こういうなんかね、結構量あるやつで、集めてる人少なくない？これ50枚近くあるからさ。いや、でもこういうのコップして、これ絶対持ってないわ。20番。これも間違いなく持ってない。お、ねずこでしょ、ねずこと、何この煉獄図、絶対持ってない、超かっけえわ。柱として不甲斐なし、穴があったら、あ、これ絶対、38でしょ、絶対持ってない。もう最後の方のカードだもんね。38と、20番、ダブルゲットゴールデン初、こっち煉獄図いいな。これまずは19、20、21、22と埋めまして、で一番最後だ、今持ってるやつで。38のところにね、入りますと。37、38。おお、すげえ分厚くなってきた。よしよし、この調子で、コンプ目指せるんじゃないか。まだあるから、大丈夫。まだ在庫はあるから、なんとか、この調子で埋まっていってくれれば、コンプリートを、いけるぞ。コンプリート。あ、白津川さんの、リチリートがシャイン。すげえ。これ持ってねえわ、28。絶対、あ、この類は持ってるけど。あ、ごめん、持ってた。これ、ごちゃごちゃしてた、これ持ってた。これは絶対持ってるわ。思い出した。この類も持ってるな。キラカード出てほしいな、キラカード。ねずこのキラカード。2番で埋まるんだけどな。キラカードが未だに出てこない。前回出たのにな、あんなに。前回たくさん、前回も確かね、今回と同じぐらい開封したんだよね。で、結構出たはずだから。30番のカード。そして、あー、持ってるね。持ってる持ってる。被ったね。わー、こっちも持ってるわ。思い出した、持ってる。ダブルで被ってしまった。まずいまずい。被りゾーンだ。あー、でもしょうがねえよな。こんだけあったら被るからな。もうこんだけの領域に入ってくるとね、ここまでの領域に入ってくると、枚数的に被りまくるからさ、6番のカード。さあ、ゲット降臨で。6番。持ってるけど、被りだけど、6番。で、赤だと煉獄さんだ。やはりお前は鬼になる、京次郎。俺と永遠に戦い続けよう。赤とも戦闘狂バトルマニアだからな。戦闘狂バトルマニア。で、40番。最後のカードだ。これが最後のカードだったんだな。いや、いいね、後ろ。ラストカード、これが。ファイナルカード30、39ないけど、これで終わり。あとはスペシャル。こっからはスペシャルだからね。40。オッケーオッケーオッケー。ラストカード終わりました。ついに。あと39か。
39出ねえから、40出て39埋まって、後半が固められる。これで後半が固まるね。36、さ、お、36はね、人の心の中に土足で踏み入れだ。俺はお前を許さない。これは持ってないはず。ちょ、待って待って待って、これ持ってる。こっちはね、間違いなく持ってるね。この町では随分重力の娘を食ってからだ。これ持ってる。持ってるけれども、こっちだわ。こっち36でしょ ?36 これ初じゃねえか。持ってたかな。あ、持ってるわ。思いっきり持ってた。はずいな。ここまで。じゃ、あと何枚か調べてみるかな。ね、あとさ、ね、何番と何番と何番って分かったら、目指しやすいから、18番のカード。で、これ持ってねえわ。持ってたら絶対覚えてる。その曲を隠していたのは血気術か。うおー、すげえ。煉獄さん、ブームのオーラ迫力。バトルオーラがすげえもんな。これ絶対発生。34番は持ってない。で、こっち18だよな。18。これは持っているな。これ持って、18は持ってるわ。34は絶対に発生。あー、埋まったぞ。33、34、35。しかもめっちゃかっこいいカードで埋まったしな。よしよし、いい感じ、いい感じ。めっちゃ持ってきてんじゃん。あと39か。39必要だな。39、あと27。39と27、あと29もか。まだあるな。これ、こうやって見るとまだあるわ。体感だと結構埋まってきてる感じするんだけど、実際よく数えてみると、まだまだだなっていうのが、ちょっと心えぐられたな。やばいな。なんだかんだ言っても少なくなってきてるから、もうそろ追い上げないと。14番のカード。そして、お、最終選別の時だね。うわぁ。なんかすごい懐かしいな、今となっては。このシーンね。8番のカード。で、こっちは14番で、ねずこのね、カード。これ持ってないはずだわ。あと13もないんだよね。10、10、9も。あ、ここ9もないんだね。9、29もないし。え、19もないのか。あ、19もない。あ、19はあるか。29、39と9か、ないの。で、ここに、入りますと。12、13、14と。あと13番のカードか。いや、埋まった埋まった。めっちゃいい感じで来てはいるが、残りのポテチも少なくなってきている。頼むぞ。てか、スペシャルカード1枚も出てないんだけど。嘘。やばいぞ。ねずこ出さなきゃいけないのに。まだあんだぞ。ねずこ。やばいぞ。ねずこ出さなきゃいけないのさ、この調子で。いったら出ないぞ。2番のカードね。うわ、この、ギウさん怖いよな、ほんとに。生殺誘発の剣をチャリンに握らせるな。ぶち、あ、母さん来た。スペシャル赤、いやでも赤さん嬉しいね。かぶりだけど、すげえ嬉しいわ。この2番のカードも持ってるね。2番のカードと、この赤座のカード、ダブルゲットゴリ。やっと来たか、スペシャル。来たけど、かぶりだったけどな。やっと来たけど、ねずこだったらな、コンプだった。でも、赤座のかぶりだから嬉しいわな。赤座のスペシャル、これレアだよ。カルビーのマークがついてる、赤座のカードである。おー、演武か。お、なんかスペシャル来だした。スペシャル来だした。かぶりだけど、これで、いや、ねずこ出ろよ、マジで。スペシャル出ないと、ノーマル埋まったとしても、コンプできないんだよね。コップさせてくれよ。これ絶対コンプ決めたいから。頼むぞ。11番のカード。そして、あー、持ってるな。ダブルで持ってるわ、これ。そう、やべえ、やべえ、やべえ。やばい、めっちゃ減ってきた。まずいぞ、これ。やばい、やばい。もうそろ、埋まんないと、スペシャル。ねずこ埋まんないときついかもしれない。きたー、ねずこのスペシャル、やった、埋まったぞ。これで、スペシャル、全種コンプ。やった奇跡起きた奇跡起きた。オーケー、カルビー、カルビーのマーク入り。いや、いいね、レアだね。カルビーとのコラボの時のカード。よしよし、コンプ、いやー、コンプいけるかもしんない。よし、コンプいけるぞ、コンプいけるぞ。4番のカードと、スペシャルの2番のカード。まずはこの1、2、3飛ばして、4のカードね、今の4のカード。うろこだきさんのね、このカード。いやー、嬉しいなー。埋まって、そして何より嬉しいのがさ、もうめちゃくちゃ嬉しいのが、スペシャル、あ、ごめん、うずい天気、うずい天気、ちょっと、引っかかって飛んでっちゃった。ごめんね、うずいさん。ごめんごめん。うずいさん引っかかって、こっち横に飾ってんじゃね、このうずいさん。で、うわ、揃ったぞ、みんな。キラー、すごいキラーじゃない。炭治郎、禰豆子、全員、
イロスケ、ギユさん、煉獄さん、エンメ、赤座で、これかぶりね、かぶりで、さっきのかぶりも入れると、エンメと赤座かぶったからね、エンメと赤座がかぶって、キラ結構出てるんだけど、最初出なくてびっくりしたわ。これでも赤座ダブルだからね、赤座ダブルやったぜ、赤座ダブル埋まった埋まった、ありがとうございます。スペシャルもコンプできたから、もうこれは問題ない。あとはノーマルの方だな、あと少しなんだよ、あと少し、あと少しのところに来てるから、いや、なんかいけそうでいけなさそうで、でもいけそうでやっぱりいけなさそうな感じがするめっちゃ怖いな。21番のカードに、あー持ってるな、両ともかぶりだね、持ってる、やばいぞ。今ね調べたんだけど、あとね39、32、29、27、13、93の7枚、あと7枚のカードで全紙コンペ、この7枚来たらいけるけど、来なかったら終わり。いや、スペシャルは来たから、なんかいけそうな気はするんだけどな、無理かな、頼むぞ。ここまで来てコンプできるのかマジで泣けるから。お、炭治郎のスペシャル、そしてイロスケ、やべえな、ちょっと待ってこれどうじゃ、コンプできんかったらどうしよう、だトレードしない、これコンプできんかったら。俺被ってるやつめっちゃあるからさ、じゃあのね、持ってないもの同士だったらトレードできるからさ、トレードしてコンプしたいよな。27埋まったね、早速オッケーオッケー、これ初27。ギユさんかっこいいね、これ嬉しいわ。ギユさんだから、こっちのあのイノスケは持ってるけどね、持ってるさ、もうさっきから出まくってる。27埋まりました、ありがとうございます。よし、これで、27のポジショニング、26、27と、で、28。よし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 。あと29も出さなきゃいけないけど、あと6枚だから。いや、いけそうだけどね、枚数的にはね。枚数的にはいけそう。いやー、コンプできますように。いけそうな気がするんだけど、どうだろうな。2番のから、いやー、くそ、3番だったら最高だって。おさっきの煉獄さんだね。煉獄さんと、ねずこの、ダブルカードもでも持ってるんだわ。なんとかこっから巻き返さなければ。ちょっと、いやー、あと6枚だからね。ぶっつまって、マジで怖い。ほんとに怖い。もうね、残り少ないんだ。マジ今日無理だったらもうこれ売ってないから、終わりなんだよね。どうしよう。トレードするしかないぞ。1番のカードからのダウンどうだ。あー、持ってるね。マジで。頼む。ほんと頼む。いいじゃん、コンプさせてよ。頼むよ。コレクション、映像加工だろ。今、コンプできなくても。ね、カホだけど、ここまで来たらワンチャンコンプしてんじゃん。コンプリートとコンプできてないの全然違うからさ。あ、前日のスペシャルだね。でも持ってるから。あー、やばい。もうダメかもしれん。ただね、32出て。32と39が出れば30番台は終わりなんだよね。32と39。で、20番台は29で終わりだから。あとは一桁ナンバーズ全部。1番出るのに3番がなー。3番が出ないんだよね。8番と1番。うわ、きつい。嘘、マジ、ここまで来たのに。もうなんか、雰囲気的にダメな感じがする。嘘ここまで来てダメかよ。いや、でもまだわかんないからな。諦めずに行こうぜ。諦めずに、突き進んでいくぞ。頼むぞ。大丈夫、あの、コンプの呼吸を。全種コンプの呼吸を。全種コンプリートの呼吸。持ってる。うわ、持ってる。ダブルで持ってる。全種類コンプリートの呼吸を頼む。頼むぞ、これで来てくれよ。やばいな。もうこれマジで売ってないから、もう無理、売ってる商品だったらね、また買ってきてさ、勝負できるんだけど、もう売ってないからね、これ。36。そして、あー、もうダメだ。30、なんで33こんな来んの？なんで32こんな出ねえの？32は1、2、3、4、5、5に10枚で、あと6だから、4枚被れんのか。4枚だけライフある。4枚。うわ、マジか、もう無理じゃん、これ。あと10枚のうちさ、6枚を持ってないで出るから、ちょっと。いや、ねずこ埋まったのに、スペシャル。マジか、32、やっと出たよ。ここで出たよ、32。これでは持ってなかったの。お、赤座の1枚被ったね。あと3枚かぶれる。ライフは3枚ある。赤座トリプルだわ。よし、来たー。じゃあみんな、行ってきます。全員の表情がいいね。いやー、これはきつい戦いだったわ。でも負けたフラグ立ってる。30、もう無理だろ、これ。
3時っつうマジか。でもまあ1枚でも埋まってくれたからね、俺はありがとうと思うよ。31、32、33、34、ここまで来れただけでもさ、うん、嬉しいよ俺は。泣きそう、くそあと5枚か。前のうちで5枚だからね、3枚は被れるけど、もうこれどうせ2枚被るぞ、どうせもうわかるよ俺はもうわかるよ。30になんでこれレンチャンで出んだよ。いやまあ嬉しいけどね、出ないよかいいけど、はい2枚被ったでしょ。うん、で、3枚被ってるが、あと1枚だけ被れる。1枚だけ被れるけど、どうせこれで2枚被るからね。どうせこれ2枚被って、コンプはできない。いやー、嘘、こんなにあったのにコンプできない。辛くないこのシリーズ。みんなコンプできたこれ。きついって。これはきついって。コンプできねえって、これ。うーわー。コンプできんかった。マジでか。まあ、いいや、いいや、いいや。できんかったけど、コンプに近づけたのは良かったかな。コンプまで近づけたっていうのは、まあ自分の中では、よくやったと言ってやりたいな。23番と、どうせ、おっとこれ今回、今日初めて出たよね。29番だから。あ、29持ってないもん、ほら俺方様のね、持ってないもんね。29。まあ今さ、出てもコンプできないけど、まあ嬉しいよね。親方様、ありがとう !29 番ったまあ、埋まんないやんか、マシだから。いや、でもな、コンプできないからな。くそ、まだ売ってないかな、これ。売ってたら勝負できる。ちょっと探してみるかな。でも、多分ないな。絶対ないわ。絶対ない。28、29、30、終わりました。あー、惜しかったな。あとちょっとだったのに。あとたったの4枚のとこまで来れたんだぜ。3、9、13、39。サンキュー、サンキュー。そう、何がサンキューよな、マジで。サンキューじゃねえよ、ちくしょう。コンプしたかったよ、マジで。え、マジ辛い。ほんとにネットで買えないかな、これ。マジここでやめられないんだけど。え、どうしよう、コンプしたいよ。コンプしたい。クソだけ。1枚でもいいから埋めたいね。持ってないの。1枚でもいいから埋めたいな。頼むぞ。1枚でもいいから埋めたいよ。6番持ってるよ。6番持ってて。あー、持ってる。持ってる。31。クソ。出なかったということで。全種類コンプリートならず。くそー、コンプしたかった。マジ辛いわこれ。なんとかちょっと探してみよう。あと4枚だからね。あとたったの4枚。マジで誰かさ、トレードしない？キラでもいいよ。俺キラ赤座3枚持ってるからさ、赤座と39か13か9か3番ちょっとトレードしてほしいな。いや俺1枚しか持ってないやつ以外は全然トレード出せるから、2枚ダブってるやつは。39と13と9と3、ちょっとトレード募集するわ。39、39、31。誰かマジでトレード、いやもうダメだこれ、絶対売ってないから、コンプするにはトレードの力、みんなの力を借りるしかない。もうみんなでウィンウィンでさ、トレードしてさ、近づこうぜ、コンプ、コンプしようぜ。いやでもここまで来れたのは、自力でここまで来れたのは嬉しいわ。うん、あと少しだったけどな。いやー、くそ、コンプしたかったー。強いわ。まさかここまで手こずるなんて。今回やっぱ一番気に入ったのこの赤座とさ、ね、これいいけどバトルの瞬間ブルーってくるね。お前も鬼になれ、教授。いや、俺だったら3秒で鬼になるけど、もう、1、2、あ、鬼になりますね。一応3秒ぐらい考えないとな。お前即鬼だったら、いや3秒で遅くか。あとこれだな。やっぱこれだわ。一番これいいの。かっこいいな、煉獄さん、やっぱな。渦井天元はいないけどさ、次の第2弾あたり、次やるとしたらさ、うずいだろうな。うずい来まくるだろうな。スペシャルの方はコンプできたから、まあよかったな。スペシャルコンプということで、また次回ね、またこのカルビーのポテトチップスのカードがあったら、コンプ目指して開封してみんなで、ね、見ようかなと思いますということで、今回はコンプできませんでした。あー、くそ、申し訳ねえ、マジで。コンプして並べてみんなで見たかったのにな。できんかったわ。次回こそは頑張る。絶対コンプしなければ。このシリーズはもう売ってないから無理だけど。まあ売ってたらワンチャンあるけどな。